東京大学の古澤明教授です今から20年近く前量子テレポーテーションを起こすことに世界で初めて成功しました<ー>古澤教授の実験装置ですこの装置では特殊な性質を持つ光を作りぶつけることで一つだった量子を2つに分けますすると 離れた2つの量子の間で情報を伝える現象が生まれますさらに古澤教授は情報を瞬時に伝え合う関係にある量子を無制限に作り出す技術の開発に成功したのですこの技術を使えば情報の瞬間移動を無制限に繰り返せるようになり 夢の超高速コンピューターとも言われる量子コンピューター実現への道が大きく開けることになりました乗り越えるべき壁は高いんですが20年ぐらいかけて、えっと、量子テレポーテーションを用いた量子コンピューターができたらいいなと高速計算といえばスーパーコンピューター世界屈指の能力がある日本の K は 1>, 1秒間の計算回数が1兆の1万倍に当たる一計回を超える性能を持ちますそのスーパーコンピューターでも困難な極めて複雑な計算を量子コンピューターであれば短時間で解けるというのです例えば新薬の開発がんの治療薬として可能性のある物質の組み合わせを考える場合は 一計の百万倍の回数の計算が必要ですこの計算を短時間で行うことで薬の開発にかかる時間が短くなる可能性がありますまたインターネットにつながる家庭の電化製品から膨大に集まるビッグデータを瞬時に解析し市場予測などにも活用できると考えられています いろんんなな人からそんなの不可能だよっては言われてますけどむしろそういうふうに言われるからこそやりたいなと全く想像もできないような世界が広がるんだと思いますそのスーパーコンピューターでも困難な極めて複雑な計算を量子コンピューターであれば短時間で解けるというのです例えば新薬の開発 の治療薬として可能性のある物質の組み合わせを考える場合は一計の100万倍の回数の計算が必要です、まあ、この東京大学の古澤明教授です今から20年近く前量子テレポーテーションを起こすことに世界で初めて成功しました古澤教授の実験装置です この装置では特殊な性質を持つ光を作りぶつけることで一つだった量子を2つに分けますすると離れた2つの量子の間で情報を伝える現象が生まれます漁師コンピュータータはもううこれだけでできちゃうさらに古澤教授は情報を瞬時に伝え合う関係にある量子を で、えー、っと量子テレポーテーションを用いた量子コンピューターができたらいいなと高速計算といえばスーパーコンピューター世界屈指の能力がある日本の K は1秒間の計算回数が1兆の1万倍にあたる1計回を超える性能を持ちます無制限に作り出す技術の開発に成功したのです この技術を使えば情報の瞬間移動を無制限に繰り返せるようになり夢の超高速コンピューターともいわれる量子コンピューター実現への道が大きく開けることになりました乗り越えるべき壁は高いんですが20年ぐらい数が1兆の1万倍に当たる一軽階を超える性能を持ちます そのスーパーコンピューターでも困難な極めて複雑な計算を量子コンピューターであれば短時間で解けるというのです例えば新薬の開発がんの治療薬として可能性のある物質の組み合わせを考える場合は一計の100万倍の回数の計算が必要ですこ、まあ、この計算を短時間でで行うことで 薬の開発にかかる時間が短くなる可能性がありますまたインターネットにつながる家庭の電化製品から膨大に集まるビッグデータを瞬時に解析し市場予測などにも活用できると考えられていますいろんな人からそんなの不可能だよっては言われてますけどむしろそういうふうに言われるからこそやりたいなと 全く想像もできなないような世界が広が広るんだと思いますそのスーパーコンピューターでも困難な極めて複雑な計算を量子コンピューターであれば短時間で解けるというのです例えば新薬の開発がんの治療薬として可能性のある物質の組み合わせを考える場合は 一計の100万倍のの回数の計算が必要です、まあこの東京大学の古澤明教授です今から20年近く前量子テレポーテーションを起こすことに世界で初めて成功しました<ー>古澤教授の実験装置ですこの装置では 特殊な性質を持つ光を作り、ぶつけることで。一つだった量子を二つに分けます。すると、離れた二つの量子の間で、情報を伝える現象が生まれます。量子コンピューターは、もうこれだけでできちゃう。さらに、古澤教授は。情報を瞬時に伝え合う関係にある量子を。 で、えー、っと量子テレポーテーションを用いた量子コンピューターができたらいいなと高速計算といえばスーパーコンピューター世界屈指の能力がある日本の K は1秒間の計算回数が1兆の1万倍にあたる1計回を超える性能を持ちます無制限に作り出す技術の開発に成功したのです この技術を使えば、情報の瞬間移動を無制限に繰り返すとも言われる量子コンピューター実現への道が大きく開けることになりました。乗り越えるべき壁は高いんですが、20年ぐらいかけて、えー、っと量子テレポーテーションを用いた量子コンピューターができたらいいなと。高速計算といえばスーパーコンピューター。 世界屈指の能力がある日本の K は1秒間の計算回数が1兆の1万倍にあたる 1K 回を超える性能を持ちますそのスーパーコンピューターでも困難な極めて複雑な計算を量子コンピューターであれば短時間で解けるというのです例えば新薬の開発 癌の治療薬として可能性のある物質の組み合わせを考える場合は、一計の百万倍の回数の計算が必要です。まあ、この計算を短時間で行うことで、薬の開発にかかる時間が短くなる可能性があります。また、インターネットにつながる家庭の電化製品から膨大に集まるビッグデータを瞬時に解析し、 市場予測などにも活用できると考えられていますいろんな人からそんなの不可能だよっては言われてますけどむしろそういうふうに言われるからこそやりたいなと全く想像もできないような世界が広がるんだと思いますそのスーパーコンピューターでも困難な極めて複雑な計算を量子コンピューターであれば短時間で解けるというのです 例えば新薬の開発がんの治療薬として可能性のある物質の組み合わせを考える場合は 1K の100万倍の回数の計算が必要です、まあ、この東京大学の古澤明教授です今から20年近く前量子テレポーテーションを起こすことに世界で初めて成功しました 古澤教授の実験装置です。この装置では特殊な性質を持つ光を作りぶつけることで。一つだった量子を二つに分けます。すると離れた二つの量子の間で情報を伝える現象が生まれます。量子コンピューターはもうこれだけで,できちゃう。さらに古澤教授は。 情報を瞬時に伝え合う関係にある漁師をで、えー、っと漁師テレポーテーションを用いた漁師コンピューターができたらいいなと